どうも、菅原ジャム専門の山影勝です。今日はですね、っていうか、ちょっと、先日ね、猫に噛まれちゃって、指が腫れちゃったよ、みたいな感じの、ツイッターとかね、Facebook とかで、いろいろ多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと良くなってきたので、今回は動画はちょっとリハビリ程度で、行きたいなと思っております。で、リハビリで何を紹介するのかっていう、ちょっと言い方もおかしいんですけど、指すりともどっちでもいいんですけど、僕はどっちでも言ってしまってますね。指すりが多いかな。指すり、紹介したいなと思ってます。いつもね、僕は小物とかっていうのは、和楽器市場さん、熊本にある、ね、和楽器市場さんの方で、購入をさせていただいてるんですけど、通常の、指掛けってこう平面なんですよ。この竿に当たる部分ですね。その竿に当たる部分ってやつのが、この平面のやつがね、こういう風にちょっとなってるやつがありまして、ボッテリって言うんですよ。はい、ボッテリってやつが、これまたすごくよくって、もう黒いのちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こうなってるんですよ。はい、それがすごく良かったので紹介してます。はいね、本当に和楽器市場さんもパンテーラもそうですけど、パンテーラとかも紹介してもらったり、あと色付きの糸だったりとか、そういうのも面白いものを紹介してたりとかするので、ぜひぜひおすすめをしているところでございます。はい、で、これは何がいいかっていうと、とにかくフィットします。はい、フィットします。で、1の糸の場合はこういう風にこの位置でするじゃないですか。で、3の糸の時ですね、威力を発揮するのは。で、実際に3の糸を滑らしていくと、ずーっといくと、この部分が結構こう立てるもんですかね。指を立てたりとかするとだんだんこうなってきますね。ここに当たり始めてくるんですよ。で、戻るときはこっち行ってこっちで戻るみたいな感じでなるんですけど、今までここだけのやつだったのが、ここができたことによってより滑りやすくなってきたわけですよ。これはね、すごくね、楽です。というふうに、すごくね、滑りやすくなってきたので、僕は今後このボッテリでいこうかなと思っております。はい、これだけでいい。このスタイルの方が僕好きですね。はい。なので、手編みとかで指すりを作ってる人もね、いらっしゃると思うので、今後はね、ここが、これもいただいたやつです。今までありがとうございました。もう今ちょっとね、切れちゃったんですよ。はい。で、こういう風にね、編み込んであげるといいと思います。はい。まあそんな感じでね、はい、説明をしたんですけど、すごくおすすめでございます。で、せっかくなんで質問が来たので、指すりがどうしてもこう弾いた時にこう指すりのこの部分に当たってしまう人もいらっしゃるそうなので、それをちょっと、まずちょっと、解決になるかどうかわかんないですけど、まず第一に、指すりは自分の指に合ったものを必ず使用してください。サイズ的には、津軽だと、いろいろ女性用のやつとかも和楽器市場さんの方ではあるんですね。それに自分で合ったやつを選ぶのと、あとは使いすぎてるとこの部分のこうやって開いてきちゃったりとかね、するパターンがあります。で、開いてくると、やっぱ、糸には当たりやすくなりますよね。
当たりやすくなるので、そこは気をつけてほしいなっていうのと、あとはあとこの糸の位置関係、糸の位置関係をなるべく外側に行ってませんかっていう。なのでこっちをなるべく3の糸は外側にあんまり持ってかないようにした方がいいんではないかなと思っております。実際僕もちょっと外側にやりすぎて糸が竿から外れちゃったりとかする時も前はあったので、そこはちょっと気をつけてほしいなと思っております。で、2の糸と3の糸っていうのはね、結構対応するねとかいうのもやっぱちょっと近い方がやっぱりやりやすくなると思います、思いますけど、まあでもこっちがバチがちょっと辛いっていうのはあるのかな、ちょっと僕にはちょっとわからないんですけど、まあそこら辺も自分でやりやすい方に調整してあげてください。こういうのもやるのもね、意外と楽しいんですよ。はい、なのでいろいろこう工夫しながらやってみてください。まずとにかく自分の指に合った指すりを見つけるっていうことが大事だと思いますので、そこは気をつけてやってみてほしいなと思っております。いい答えになってるかな。はい、まあでもいろいろまた質問があれば、ツイッターでもインスタグラムでも何でも、質問してほしいなと思ってますし、ここの YouTube の方でも、コメント受け付けてますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、山影まさるでした。次回からまたちょっと頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それではまた。